本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。 MS& コンサルティングは顧客満足度、従業員満足度の向上のためのリサーチ業務、経営コンサルティングに関する業務をしている会社です。急騰した理由は第2四半期の営業利益が黒字化したからです。好業績の要因は SaaS の受注が加速した、各種費用を見直したことによるコストダウン効果のためです。3D メトリックスは自己組織化ペプチド技術をもとにして研究試薬事業、医療機器事業、ライセンス事業などをしている会社です。急騰した理由は取引終了後に口腔粘膜炎治癒剤の米国での販売承認取得と発表があったからだと思います。川崎地質は地質調査、土質調査、環境調査、防災調査、海洋調査、測量、建設計画、設計、施工管理、工事などをしている会社です。急騰した理由は、おそらく洋上風力発電に必要な地質調査ができる会社として注目されているからだと思います。アクアラインは水回り緊急修理サービス、ミネラルウォーターウォーターディスペンサー販売をしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は地震による水道管の破裂被害の発生で水回り修理サービスの需要増加が期待されているからです。東京機械製作所は新聞向け輪転機の製造販売、自動化省力化システム、その他印刷関連機器、発電及び売電に関する事業をしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由はおそらく大規模買い付け行為での思惑から買われているのだと思います。毎日ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあればぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。